はい、それでは今回は前回の両手結びに引き続いて片手結びについて解説をしていきます。実際の手術では片手結びを使用することが多いと思いますので、こちらも基本からしっかりとマスターしていきましょう。ちなみに僕の手術動画を見ているとわかると思いますが、僕自身は左手を軸とした右手片手結びの二度締めという必殺技を使っていますので、そちらについては需要があるようでしたら後々の動画で解説をしていきます。前回も含めて今回までの糸結びはあくまで医学生や研修医が学ぶべき糸結びの基本的な動作です。まずは基本をしっかりと押さえて正しい方法を学ぶことで、いろいろな場面に応用できるようになるでしょう。それでは早速右手の片手結びを行っていきます。糸の持ち方ですが、小指、薬指、中指で軽く糸を外して、人差し指と親指で糸をつまむような形にしてください。右手の糸を人差し指と親指でつまんだ状態から、中指、薬指、小指を開いて奥から手前に向かって糸を引っ掛けてきます。続いて左手の糸を奥から手前にかけてあげましょう。ここで今度は右手の中指を曲げて右手の糸の下に通したら、そのまま伸ばしてしまいましょう。これで右手の中指と薬指で糸をつかむことができますので、人差し指と親指は離してしまいましょう。次に中指と薬指でつかんでいる糸をループの中をくぐらせることによって結び目ができますので、ゆっくりと下ろしていきましょう。2回目の結殺ですが、まずは最初のポジションに戻ったら人差し指を伸ばして親指で糸を押し出して右手で三角形を作っておきます。右手の人差し指に左手の糸を手前から奥にかけてあげたら、右手の人差し指を曲げて糸の下にくぐらせて右手の糸を引っ掛けて伸ばすことでループの中に糸が入ろうとしますので、右手の端している糸を離しつつ親指を軸に人差し指を奥に回転させることで糸をループに通してあげると、先ほどとは逆の向きのノットができますので、これを下ろしていきましょう。それではもう一回やっていきます。人差し指と親指で糸をつまんだまま、中指、薬指、小指を開いて奥から手前に糸を引っ掛けてきます。左手の糸を奥から手前に回してあげて右手の中指を曲げて糸の下にくぐらせたら、中指を伸ばして中指と薬指で糸をつかみます。親指と人差し指は離してしまって、中指と薬指で掴んでいる糸をループに通して結び目を作って下ろしてあげましょう。また同じポジションから右手の人差し指と親指で糸を張って三角形を作ったら、左手の糸を手前から奥にかけてあげます。人差し指を曲げて糸の下にくぐらせて糸を引っ掛けて伸ばすことで
糸をループの中に誘導します。右手の糸を離しながら人差し指を伸ばしていくと結び目ができますので、下ろしていきましょう。今度は左手でも片手結びを行っていきます。親指と人差し指で糸をつまんだら、左手を開いて奥から手前にかぶせてあげる。右手の糸を奥から手前にかけてあげたら、中指を曲げて糸の下にくぐらせて伸ばすと、中指と薬指で糸をつかむことができるので、人差し指と親指は離してしまいましょう。この状態で端した糸をループを通してあげることで結び目ができますので、ゆっくりと下ろしていきましょう。さらにここから人差し指を伸ばして、親指で糸を押し出すことで三角形を作って、右手の糸を手前から奥にかけてあげましょう。人差し指を曲げて糸を引っ掛けて伸ばすと、ループの中に糸が入りますので、左手の糸を離してループの中を通してあげましょう。これを繰り返していきます。左手を開いて体側から糸をかけて、中指を曲げて糸を引っ掛けて伸ばして、糸がつかめたら人差し指と親指を離します。端した糸でループをくぐらせて結紮する。続いて人差し指を伸ばして、親指で糸を押し出して三角形を作って、右手の糸を手前から奥にかけてあげる。左手の人差し指を曲げて糸を引っ掛けるように伸ばすことで、ループの中に糸が入ってくるので、端している糸を離してループをくぐらせて結び目を作って落としていきます。これも素早くできるようにしていきましょう。右手と同様に左手でも結べるようになっておきましょう。今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。